はい、どうもこんにちは、ボボてっぺです。皆様お気軽にボボちゃんと呼んでください。よろしくお願いします。さあ、もうちょっとねバスがね、ほんと釣れなくてここの川しかないかなということで、来ておりますけども、まあ猫リグで、この水門と、橋の下ら辺までね、ちょっと猫リグで丁寧にやって、あとは先のね足とかまたへこみとかあるんで、それ以外はちょっと様子見でビッグベイトでやるかもしれない。ちょっとねあまり時間がないんで、もうよいしょよいしょを打つようにしないとね。いやーほんと難しい、いやほんと困るわこの難しさは。まあ一応霞ヶ浦水系4月中旬デイ2ではあるんですけども、一応バスちゃんは今のところ4匹ですね、2日合わせて。だけど小バス3匹なんで、 あとちょっとね40アップ1匹2匹欲しいところなんですよね。ね、かなり丁寧にやらないと食わないよねっていう、ショートバイトだよねっていう感じなんで、マージンコ困ってます。厳しいぜ。風で押し戻される。ね、こっからちょっと橋の下あたりまで流していきます。橋の下までやったら先ですね。先はちょっとフリーリグとかないかもしれないな。テンポ感がね、猫リグだと相当遅いんで、このぐらいね、もうすげえいるよねっていう感じだったらいいんだけど、そんないる感じしないな、やっぱり。どうしよう。ずっとね、ズルビーでも釣れるような甘さじゃないんだよね。待て、ちょっとね、ローライトになってきたから釣れそうな気がするけど、ビートがいる。ダメダメダメよ、ダメダメですね。いい感じにゴリってんすよね。ゴリラなんだけどな。バスちゃん、バスちゃん頼むよ、バスいればね、このハングオフで食ってくれそうなんだけど、いやベイトはいい感じなんだけどね、来てくれないね。風がやべえ。いやー、いい感じにね沈み物があって釣れそうなんだけど、ダメっぽいね。ベイトはいい感じだね。40ぐらいか。
はい、ジャスト40センチといった感じでした、メジャーがねちょっとたるんでるんで口閉じジャスト40って感じですね。はい、ありがとうございます。よかった。杭にねこうスモラバをちょっと引っ掛けて中層シェイクできました。で開始まで刺さってなかったね。すごい口の中入ってたけど、さあここのね杭でしたね。中層でコンって杭にね絡めるっていうのはいるかもしれないですよね。いやまさかスモラ、まさかねスモラバの吊るしが効くと思わなかった。ありがとうございました。何度かね一匹釣ることができました。結構しんどいっす。でその後ねフリーリグでこっちまで流してきたんですけどもうダメですね。でちょっと美味しそうなブッシュもあったんで、スモラバ入れましたけどダメでした。ちょっとね脳進化で広く探ろうかなと思うんですけどちょっとね時間がないんでちょっとそれはね今度にしたいと思います。ではですね最後までご視聴誠にありがとうございました。ボボテッペことボボちゃんでした。もしですね僕のことを応援してもいいよって方はねまだの方はチャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。ではですねまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。